岡本重地はケア国の戦国時代の武将、国内昭雄を名乗る。妻は玉瀬、勝貞の次女。子に、正重がいる。系図によれば、新党岡本氏の三代目であり、二代、正隆の子とされているが、年代的にこれはありえない。正隆の没年は、常時二年八月二十六日であるが、 英雄十一年に作られた薬師如来像の体内の名文に、英雄十一年木の犬十一月吉日の日付と、共に、時の茂近の主君、塩谷高綱とその子、藤千代丸に続いて、清原茂近同行集とあり、その時代に茂近が生きていたことは、確かなので、仮に茂近が正隆の没年に生まれたとしても、 重げちは、この時152歳となってしまうため、二人の親子、関係はありえない。そこで注目されるのが、重げちの妻の実家の玉聖氏である。玉聖氏は、重げちの主君塩谷氏から、かつて分家した一族だが、常時2年6月17日、クリンヤの戦いにおいて、時の玉聖家当主である玉聖富高が討ち死にしたが、先行があり、この際玉聖氏は、 岡本氏の発祥の地である岡本座を賜り、玉清富高の弟である勝親が、岡本氏名の守る夫婦と名乗っており、勝親が、岡本氏の名跡をぎ反映させ、その子孫が茂近ではないかと考えられている。勝親は、玉成生の時、縫い戸の助を名乗っていたが、後世の記録を見ると、宇都宮氏の家臣の上官主として、河内郡岡本縫い戸の助の名前が見え、 勝親の子孫が、代々、ヌイドノスケの名を継承していたことが伺える。また、重ゲの孫マ幸家の孫にあたる岡本康忠も、ヌイドノスケを名乗っている。これも、重ゲがカ長オの子孫であることを裏付ける事実と言えるが、ただ、ならば、正高から重ゲまでの間の系図が、なぜ省略されてしまっているのか疑問が残るため、これらについては、さらに研究が必要である。 岡本城で出生したと考えられている茂げちは、文明10年正月18日、塩谷高綱の不我老として、下屋国塩屋軍に甲綱と共に下り、松が霊城を築いて居城とする。妻の父、勝貞の生没年、長六三年栄昇十七年を参考にすると、茂げちは、勝貞と同世代と考えられ、茂げちは、この時十五から二十歳。 あるいは20歳前後ではなかったろうかと推測される。川崎法棄手実録には、岡本区内左へ門の名が見える。そして、英章11年の頃には、同年に作られた薬師如来像に、主君高校府市に続いて、名を連ねるほどの重心となっていた。その薬師如来像には、茂地下に続いて、同行衆とあるが、これが仮に茂地下の姿政への別名だとすると、 正重は、永生三年生まれと推測されるため、幼名ではなく、原服名が使われていることに疑問が残り、時代に合わない。この構想については、重げちの自責や没年を推定する上で重要と考えられている。没年については不明だが、塩谷の地に下ってきたのが15から20歳前後と、 考えると、永称11年の頃には50から60歳であったと考えられるが、仮に、これより間もなく没死したと考えると、この正しは、元服前に家督を継いだことになり、塩やか診断では、新山者である岡本氏が、構図なの子、吉高の側室を送るほどに正しの代が、繁栄したとは考えがたい。正しの青年には、疑いがあるもの、茂ちかは、 永正十一年の後も十数年生きたものと考えられる。松が霊城の北東、城下町の松小屋に鬼門を守るかのように、天文二年に宝稀根神社の文社が建立されているが、この境内に残る石の中に五輪塔の残骸があり、これが修地家のものとすると、この宝稀根神社には祭神として修地家が建て祭られていた可能性がある。 重げちの墓については、もともとは、岡本家の旧菩提寺である、自光寺にあったが、現在の菩提寺である、鏡山寺には、墓がなく、自光寺が廃寺になって以降、その墓の行方が不明になっているが、自光寺が廃寺の後に、宝木根神社の境内に移されたとすると、この宝木根神社は重げちを建て祭るために建てられた可能性があり、その根竜年以前の間もない頃に、 茂ゲチカは没したと推測されるが定かではない。ありがとうございます。